はいどうもヒデです。こんにちは。今回はね、赤いお魚のね、お店でルアーを買ってきたので雑談していこうかなと思います。今後もね、釣りのあれこれについてお話をさせていただこうと思いますので、よかったらチャンネル登録の方しておいてもらえたらなと思います。買ってきたルアーっていうのは、先日ね、黄色いお店でね、スピナーベイトを買ってきたっていうね、動画を上げたんですけれども、まあ、それは春に向けて、追加しておきたかったスピナーベイトのお話をしたんですけども、今回はね、春に向けて僕がね、追加しておきたかったクランクベイトのお話っていう感じになります。で、今回買ってきたのがね、こちらのね、ルームズさんのマグナムアルカトラスとボトムアップさんのね、リゼーになります。こちらをね、なぜ購入したかっていうのをね、お話しさせていただこうかなと思います。僕はね、まあビッグベイトもやるんですけども、ビッグベイトっていうよりはね、僕の場合はマグナムベイトです。まあ例えばね、まあダウズスイマーだったり、ビッグベイトだったら、まあこれに似たような動きだったらニュージョイクロとか、まああると思うんですけども、僕はねダウズスイマー派です。まあこのようにね、ボリュームがあって20センチ以上のねルアーだったり、まあ3オンス、4オンス、5オンスあるようなルアーを使うのが僕は好きですね。でかければでかいほどバスのね、興味を引ける守備力があるものとなるんで、まあ必ずしもそうではないんですけども、まあジョイクロの方がね、まあ魚を集めれるっていう場合もあるんで、まあ一概には言えないんですけども、基本ね、でかいとやっぱり魚をね、寄せ集めることができるんで、ね、まあ日頃から僕はノイケで釣りしてるって言ってるんで、ノイケでなんでこのサイズなんだっていう、ふうにね、思われる方もいると思いますけど、ノイケでもね、このサイズがね、効くんですよ。普通に釣れますんで、あとね、他にまあ使ってたりとかするのが、まあクラッシュナインだったりとか、まあするわけですよ。まあタイニークラッシュっていうのが流行ってたりしますけど、まあクラッシュナインも当然流行ってますけど、まあよく皆さんが使われるのはタイニークラッシュなんじゃないかなと思うんですけども、僕はクラッシュナインのボリュームの方がね、結構、まあロマンも込みでね、クラッシュナインの方が好きなんです。まあ、ノイケでもこっちの方がね、まあ、効果的なんじゃないかなっていうのも思ってる節はあるんですけども、まあ、ロマンも強いんで、このロマンがある状態でね、語られてもね、超過がこっちの方があるっていう風なことをね、まあ、主張されてもちょっと、ね、まあ、今後動画で見せていくしかないかなとは思うんですけども、超過動画でこれで釣ってるのとかをお見せしたいんですけども、でも今年はね、まず、まあYouTube でね、動画投稿始めて、まだまだ浅いんで、ロマンよりも、できるだけね、まずは、魚を釣ってる映像をね、収めておきたいなって思うんですよ。魚を釣ってる映像を残すっていうのはね、大変難しいんで、やっぱプロの方とかね、本当に尊敬します。で、まああとは、まあこちらのね、トップだったらクラッシュジョーカーとか、まあこれが好きなんです。まあ動画投稿始めてからこれではね、2バイトするところしか、まあ収めれてないんで、まあこれで釣ってる姿っていうのはね、まあお見せできないんですけども、まあまあまあ、普通の通常ルアーでね、まあまあのでかいルアーだったら、みんなまあまあでかいなと思うのがね、まあこういう風にね、グリフォンとかのね、サイクロンとかだったりとかするんで、このサイズ感を見てもらえばどれだけでかいかってわかりますよね。もうバカでかいですよね。僕、気が狂ってんじゃないかと思われるような多分レベルだと思うんですよ。野池でね、こんな釣りしてたらね、みんなね、すごい目で見てきたりね、します。離れても行きますしね。そもそも先行者の方がいたらこんな釣りはしないんですけども、まあ僕が釣りしてる後から来た人がね、近づいてきて離れていくっていう感じですね。まあこれも含め、威嚇系のね、釣りがね、僕は得意なんですよ。特にトップウォーターでの威嚇系の釣りが得意で。まあこのようなね、NZ クローラーとか、まあこれも10に上がるんですけども、もう、ね、がぜん僕はこちら派なんですけど、まあ今年はね、こういうデカトップ系の威嚇系でも、チョーカーを、まあ威嚇系バイトばかりになってしまうんで、捕食系の、まあ特に虫をね、ついばむ系の後ろを追従して後ろからね、パクっていう感じのね、バイトとかの出るようなルアーをね、追加していこうかなっていうのをね、思ってるんですけど、これだったらね、前からタックルされたり、下から突き上げられたり、まあ吸い込みの時とかでもね、
まあ、激しいのとかが多いんですよ。そうなってくるとね、まあ、下の吸い込みの激しいのはいいけど、タックルされたりとかするときは、もうほんとルアーがね、ものすごい吹き飛んでいくんで、タックルされてボーンって飛んでいくんで、まあ、こういうのだとね、フックアップはしないわけ。基本的にもうアタックされたのはね、全部取れそうな感じのね、ルアーにしていきたいわけですよ。クランクスピナーベイトでね、ルアーを追加って言ってましたけど、まあ、ビッグベイトもちょっとね、あ、マグナムベイトを使ってるんで、僕はビッグベイトサイズのものをね、ちょっと追加して、まあこのような羽物でも、威嚇要素よりも、まあ捕食バイトもちょろちょろ出てくるようなね、羽物とかもね、買いたいなと思って、まああの赤いお魚のお店には、サニーブロスさんの D4 とか、PH タックルさんのスイートフィッシュクローラーかな。まあああいうものがね、とてもね、スイートフィッシュクローラー、が、まあ、半額シール貼られとって悩んだんですけど、まあ、こちらの二つを買う上で、まあまあね、そんな僕も余裕があるわけじゃないんで、まあ、やめたんですけど、まあそんな感じで、まあちょっと、今年はね、ロマンよりもまずは超過優先で、まあ昔から追い求めてる。まあ基本的には、ノイケのね、60アップを目指してるんで、そうなってくると、まあ、でかいものを使いがちだったんですけども、まあ、まだ僕のね、ノイケの最高記録59センチなんで、ノイケ60センチを目指してるんで、まだ一歩足りてないし、年間40アップ以上の数をね、50本以上っていう目標を立ててね、まあ、毎回ね、まあ、今まで、だいたい30本、40本で止まる年ばっかりで、まあ、去年はね、11本っていう超過になってしまいましたけれども、今年は、まあ、去年よりも確実にね、成果を上げていきたい。ましてや動画に収めていきたいっていう感じなんですよ。まあ、夜釣りもね、僕するんで、夜釣りはちょっと動画撮るの厳しいんで、夜釣りも入れたらね、ものすごい数がいくんですけど、デイでの数で、デイで動画に収めれる数で、まあ、今年40アップ以上は少なくとも20本は絶対確保しておきたいかなっていうところがありますね。まあ、夜釣りだったらね、この NZ クローラーにかなうようなルアーはないかなぐらいには思ってるんですけど、まああと、こっちのジョーカー、まあ無敵なんじゃないかなと思ってるんですけど、まああと、バズジェットマグナムとか、まあバズジェット自体がものすごい夜強いんで、まあ日中っていうか、まあ朝まずめ、夕まずめでもまあ強いんですけども、夜釣り無敵なんじゃないかなっていうぐらい思ってるんで、まあでもね、夜釣りとか威嚇のトップウォーターが、デカものがね、僕得意なんですけど、動画でね、見ると僕はすごい小さいものを投げてることが多いと思うんですけど、まあ極端なんですよね。僕の釣りって。だからそういう間のところもね、今後はね、カバーしていくのが今年、偏った釣りしすぎてるのをね、ちょっとね、ちゃんとね、中和していくじゃないけれど、偏ってるところをなんとかしようかなっていうところですね。と言いつつも、この買ったのがね、マグナムクランクっていうところをね、考慮すると、お前結局そっちかよっていう感じなんですけど、こちらのね、マグナムクランクっていうのは、まあサイズ感を見てもらうとね、わかると思うんですけども、こちらがサイクロンですよ。サイクロンまあまあ大きいのに、このサイズの違いですよ。ちょっと出してみましょうかね。あ、かっこいいな。かっこいいわ。めちゃくちゃかっこいいわ。あ、かっこいいな。めちゃくちゃかっこいいわ、これ。こちらと、サイズをね、見比べるとね、こんなに違います。バカでけえわ、ほんと。ボリューム感とかも全然違うよ、これ。でもね、これがね、ノイケでめちゃくちゃ釣れると、もうこれがね、ノイケで釣れるっていうことを、ね、僕は確信している。めちゃくちゃ釣れる。小さなノイケでもね、25メーター、30メーターぐらいのね、サイズのノイケとかでもね、爆発するって思ってるんですけど、まあそういうところにいるデカバス釣るの難しかったりすると思うんですけど、そういう普段釣れないのがね、バカバカ釣れるようなルアーだと信じてるんですけども、それはね、なぜかっていうと、まあこのルアーが、まあ独特な形状、じゃないですか。この独特の形状が、まあ、水をね、擦る感じで、まあ、独特のね、ウォータースクラッチっていう風に、まあ、制作者の方はね、言われてますけど、このね、ウォータースクラッチ音がね、すごいいいっていう、
まあ、それで人気になったルアーですけど、まあ、これね、2年前ぐらいにね、すごい人気になったルアーなんですよ。まあ、僕がね、こうやって言うまでもなく、知ってる人も多いと思うんですけども、これね、謎の師匠、剣崎さんがね、動画でね、もう、40アップ以上ね、11匹ぐらいね、釣る。まあ、カットしてるシーンもあるんで、5匹ぐらいだったかな、まあ、釣ってるみたいなね。もう短時間でバカバカでかいのをね、釣るっていう動画があるんですけど、まあその時にね、買おうって思ってたんですけど、で、見かけることがなくて、まあ売り切れだったりとか、まあちょっとね、だからまあ人気がね、落ち着いてきたので、ようよう、まあ買うことができたっていう感じですね。まあこれはね、もうね、ビッグベイトみたいなもんですよね。リップのついたビッグベイトみたいなもんです。重さも 40g もありますからね。まあビッグベイトにしたらまあスモールサイズの方に入るのかな。まあでもまあまあ重たい方かな。まあこれをね、使うことによってビッグベイトの集魚力と、まあクランクならではのね、良さをね、兼ね備えて特殊な力を発揮してくれる。他に代わりがあまり代わりにが効くようなね、ルアーがないようなルアーなんじゃないかなっていうのをね、僕は思っております。まあリップも長いですしね。まあ通常のビッグベイトだったら、まあチューンしたりとかしてでもね、チューンとかして、まあ沈めたりとかすると思うんですけども、そういったものより、まあ潜航深度が、まあこちら深いんですよね。3.5 メーターに、まあ設定してあるってね、箱には書いておるんですけども、まあ 3.5 メーターをね、ものすごい速さでいけると思うんですよ。ビッグベイトのリップ付きのものよりも、もう当然ね、こういうのリップが長いんで、このリップが長いんで、このリップのおかげでね、ものすごく早く沈めれると思うんですよ。で、まあ、こちらの、特徴としてはね、軽い巻き心地と、こういうディープクランクなのにも巻き心地がね、軽くて、まあ、巻き続けることが可能になってるっていうことなんで、それをね、とても期待している。まあ、根掛かり回避能力も高いだろうし、まあ、ただ、これが3000、しちゃうんですよね。3000とかしちゃうんで、いくら回避能力高いって言っても若干ねビビってる僕潜り物に3000円ビビるな。トップでも3000円以上って結構僕ビビるんで、まあなくならないから、まあ思考停止させて3000円以上のトップボタン買うんだけど、たまに。でも正直ね、潜り物はビビってるビッグベイトでもやっぱりリップついてるやつ若干ビビってる。ウェイトチューンして沈ませて使うのも、まあ、ビビってる。ちょっとチキンっていうか、まあまああんまり豊かな方じゃないんで、ちょっとケチ心みたいなのがね出てきますね。まあ話長くなるんでこれぐらいでいいかな。まあこのアルカトラズ、とりあえずそういうね、ビッグベイトの能力を持ったディープクランクっていうのがね欲しかったっていうところですね。マグナムベイト使うところからね、まあ小さいサイズも投げようっていう判断をしているのにもかかわらず、まあこういうでかいものを買ってるわけですけど、まあクランクではこのサイズっていうものをね持ってなくて、僕はマグナムクランクっていうサイズはね、ノイ系がメインなんで基本的に投げていませんでしたけど、まあね、先ほど見せたようなマグナム系のねルアーがノイ系で効くっていうことを、まあ知っている僕としてはもうね全然これいけるっていう感じがして、もう期待しかない。うん、まあこれはまあこれぐらいにしときましょう。で次ですね、ボトムアップさんのねリズィで、こちらがねアピールプラスっていうモデルなんですけども、これはねまあ僕の理想系のルアーの一つかな。シャッドクランクっていうものをね、あんまり持ってないっていうのと、僕のシャッドクランクの一軍というか、一番のね、戦闘、一番のね、特攻隊長がね、まあ、ジャッカルさんのね、チャブルだったりするんですよ。そのチャブルがあるんだけど、まあ、こちらは普通のね、インジェクションタイプの ABS 系のね、樹脂、なんで、まあ、こちらはこちらの良さがあって、まあ、これでいいんですけども、まあ、こちらのね、こちらのリジーを買ったのは、まあ、こちらのリジーがね、アピールプラスっていうモデルっていうのが、まあ、こちらの、
ね、素材がね、ボーン素材なんですよね。まあ、バズジェットとかでも、まあ、デプスさんのルアーの、ボーン素材でね、ボーン素材のね、力っていうものを僕は知ってるんで、その、ボーン素材っていうものにはやたらこだわりがあるんですよね。まあ、僕、一時ね、デプスオタクだった時期もあるんで、デプスルアーでね、ずっと釣りしてた時があるんで、その時にボーン素材の力をね、すごく感じてるんで、これがね、アピールプラスじゃなくて、ノーマルのディジーだったら、まあ、チャブルあるからいいだろうっていうところではあるんですけど、このリジーがとてもね、明滅効果の高いルアーであるっていうのと、まあ、基板リップを装着してある基板のね、重さっていうのは、通常のリップより、胴体積だったら重いはずなんですよ。重いから、その水絡みの良さでのね、キレのあるアクションっていうのをね、まあ、基板リップは持ってると思うんですよ。基板リップの強さも僕は知ってるんで、基板リップのものをね、比較的に探すんですけど、近年の基板リップのルアーで僕がね、気に入るっていうルアーが全然なかったんで、まあ、これも本当に気に入るかはわかりませんよ。でも、リジのね、動き、その、明滅効果の高いアクション、キレのあるアクションだったりとか、リジシリーズっていうのはね、飛距離は出ないけどね、レスポンスのいいね、アクションをしてくれて、まあ、近距離特化型みたいな感じなんですよ。飛距離はまああまり出ないけれど、その代わりにアクションにね、重きを置いたルアーがリジなんですよ。僕そういうルアーすごい好きなんですよ。ノイケバサーだからこそかもしれないけれど、そういうのがね、ものすごい好きなんで、すごいね、キャスト精度が出るんですよ、リジーっていうのは。キャスト精度が出るルアーっていうのは僕本当に大好きなんですよ。そして動きがいい。まあ動きがいいは何回も言ってるけど。それがね、もう最高なんですよ。それがね、まあボーン素材になったっていうことで、浮力がね、通常のね、インジェクションの ABS よりも高いっていうことに加えての、この基板リップっていうのは、素材とかだけでイメージしている今現状ですけど、まあ僕の中でイメージする動きがもうある程度できてきてるんですけど、そのイメージしている動きがね、できるとね、こいつはとんでもないルアーじゃないかなっていうことをね、思ってるわけです。だから、まあ、シャッド系クランクっていうのをね、数あまり持ってない上で、まあ、チャプルあればもう十分だっていうところにたどり着いていたものの、これがね、あれば、もっと世界は広がるんじゃないかなっていうことを思って追加したっていう感じであります。まあ、赤いお店っていうのはね、まあ、今さっき言ってたような赤いお店っていうのはね、結構ね、まあ、バスリルは珍しいのも置いてくれてたりするんで、まあ僕がね、大好きなね、お店の一つですよ。ポイントさんありがとう。ポイントさんありがとう。いつもね、珍しいルアーをね、ありがとう。うん。まあそんな感じで、長くなるんで、今回もね、これぐらいにしとこうかな。まあそんな感じでね、簡単ではありますけど、終わろうと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。またね、まあトップウォーターとか、まあちょこちょこね、ルアー追加していこうと思うんで、まあ追加した時にはまたね、雑談していこうかなと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバイ。